はようございます。現在の時刻は6時50分です。あのね、5時頃に一旦目を覚まして日の出を見ようかなと思ったら曇ってたんで、もうね、二度寝しました。よく寝た。でもね、今の時間は日が出始めましたね。ちなみにね、明け方パラパラ降ってるなと思ったらやっぱし雨降ってました。よし、朝早いんでね、コーヒー飲みましょう。よし、海辺の方ね、ちょっと行ってみましょう。よし、じゃあいただきます。ああ、美味しい。この人もすごい岩。よし、会員です。ごちそうさまでした。はい、あのね、今更ながらね、ここの看板に気がつきました。こっちのね、駐車場が24時間なんですけども、こちらはね、9時5時だったみたいですね。あ、だから入れなかったみたいです。あー、なるほど。個人的にはね、中に滞在しててもよかったんですけども、まあ多分そういったわけにもいかないんでしょうね。すごいですね、キャンプ場エリアなんですけども、非現実感がすごい。あのね、この場所ちょっといろいろ気になったんですけども、あそこにね、穴が開いたりするんですよね。で、こちらにもね、穴があった跡があるんですけども、これね、結構大きいんですけども、自然に開いた穴じゃないような感じの大きさなんですよね。で、この辺にはね、友ヶ島みたいな砲台の跡地もあったりするんで、これもしかしたらね、ゼロ線を隠すのにね、掘った穴を今ね、埋めてるのかもしれません。というようなロマンを感じながら車中泊してました。はい、よし、ということで、ね、帰ってきたんで、もうね、車片付けて出発できるようにしたいと思います。よし、片付けも終わったんで、そろそろね、今日のハイライト、マグロのね、調達の方に向かおうと思うんですけども、目指すのはこちらのトレトレパークっていう場所で、こちらはね、簡単に言ったらね、マグロのテーマパークみたいなところで、お土産等もね、しっかり買える場所ではありますんで、今からね、こちらに向かって移動したいと思います。はい、ちなみに行くだけで1時間24分もかかるんで、だいぶね、しっかり移動するんで、のんびりね、安全運転で向かいたいと思います。はい、よし、じゃあね、行きましょう。道の駅塩崎海洋公園さん、車中泊させていただきありがとうございました。ね、今こちら開放してますね。なるほど、駐車場はね、少しなだらかに傾斜してたんですけども、比較的水平で、トイレも綺麗で、夜中にね、バカ騒ぎする人もいなかったんで、すごくね、ゆっくり車中泊させていただくことができました。はい、ちなみにね、これも観光の岩で、夫婦岩かなんか違ったらごめんなさい、そんな岩だったはずです。はい、今ね、向こうから来たんですけども、道沿いにね、梅屋さんがあったんですけども、実はね、和歌山県って紀州梅っていうのがすごく有名なんですよね。で、そのね、梅を、梅干しとしてね、取り扱ってるお店がね、ありましたんで、営業もされてるようなんで、ちょっとね、行って、少しね、観光の方をしていきたいと思います。よし。よし、こちらはね、紀州梅の、焙煎園さんでいいのかなっていうところで、こちらでね、梅干しが購入できるそうなんですけども、こちらね、工場見学がありまして、しかもね、ご自由にお入りくださいになってるんで、せっかくなんでね、紀州梅の工場見学もね、させていただきたいと思います。よし。で、ちなみに、紀州梅の梅酒作り体験なんかもあったりするんですけども、今回はね、ちょっと時間もないんで、工場見学だけね、させてもらいたいと思います。あ、すごい梅のいい匂いがする。ここで作ってるみたいです。あのね、めちゃめちゃ清潔な環境で、このね、梅干しって手作業でね、パックに詰めてるみたいです。知らんかった。こちらは、あ、ギフト用の梅干しを手作業で仕上げているらしいです。へえ、種抜きおにぎり梅っていうのがある。あ、すごい、いろんな種類の梅があります。梅っぽくないです。で、こちらがね、体験工房ですね。今回ね、飛び入れてきたんですけども、事前にね、予約をしてたら、梅ジュースとかをね、作らせてもらえるみたいです。よいしょ。OK。で、下が売店ですね。あ、ね、梅のお土産コーナーです。あのね、お土産たくさんありますね。せっかくなんでね、お土産しっかり買わせてもらいましょう。おー、あ、梅酒とかもあります。で、
あ、へえ、面白い。ここにね、梅干し売られてるんですけども、ちょっと傷があるね、ちょいわる梅干しっていうのをね、安く売られてるみたいです。種類もね、すごい豊富。僕はね、蜂蜜が入ってるものはね、あまし得意ではないんで、こうやってね、酸っぱい系のものが好きなんで、このあたりでね、ちょっとどっちか選びましょう。どっちがいいかな。塩分濃度 17%。 美味しい。これぞ梅干しという感じです。で、お次は 10%。 ああ、食べやすい。よし、決めました。自分用のね、お土産なんで、こうね、酸っぱい梅干しにしましょう。で、あとね、これすごくいいのがありました。お土産用にね、少量の梅干しがね、500円で売られてるんで、お世話になってる方のお土産にね、させてもらいたいと思います。3つにさせてもらいましょう。すいません、じゃあお願いします。ありがとうございます、はい、どうも。 OK、 いいのがね、買えました。よし、ということでね、梅干しをね、ゲットしてきました。 OK です。ちなみにこちらはバイオーエンさんでした。はい、ということでね、本場の紀州南高梅もゲットできたんで、よいしょ、トレトレ市場さんの方にね、向かいたいと思います。よし、よし、行きましょう。あのね、雨がパラパラし始めましたね。おー、僕ね、実は出てくる前に天気予報しっかりもう見てきてて、この和歌山県をね、ぐるっと回る間は全部晴れっていう風に書いてあったんで、家を飛び出してきたんですけども、天気なんか悪いんですよね。で、曇り程度ならね、いいかなと思ったんですけども、雨まで降り出したんで、ちょっとね、辛い状況になってきました。とりあえずね、あと17キロで24分で行けるそうです。まあ、のんびり行きましょう。お、見えてきた。この青い建物の方ですね、多分。よし、ということで行ってみましょう。こちらはね、南紀白浜トレトレ市場さんですね。マグロといえばね、こちらの場所っていうぐらい有名で、いろんな食べ物が食べれて、お魚やお土産も売ってるマグロのテーマパークみたいなところで、僕ね、いっぺん来てみたかったんで、もうね、早速ね、行ってみたいと思います。よし、じゃあね、行ってみましょう。おー、中ね、めちゃめちゃ広いです。有田みかんのね、ゼリーとかみかんジュースも売られてます。みかん団子白浜プリンなんですけども、こちらですね、こちらがね、海産物を取り扱っている場所ですね。うわー、すごで、和歌山はね、もういろんなお魚が取れるんですけども、こちらにね、いろいろ揃ってるみたいなんで、ちょっとね、ゆっくり見させてもらいたいと思います。伊勢エビでっか、 100g あたり1500円。アワビとかね、貝とか売られてるんですけども、バーベキューコーナーがあって、ここで買った食材をこうね、敷地内で焼いてね、いただくこともできるみたいです。はい、こちらがね、マグロコーナーですね。すっごい珍しい部位を売られてます。あのね、これはね、マグロの頬肉です。身がね、ギュッと締まってて、魚じゃないようなね、肉感のある部位です。本マグロのテール、本マグロの釜なんかもありますね。すごっ。これ1個500円くらいですね。へー、ネギトロもあります。キハダマグロに本マグロ、わあ、天然物のね、サクウリのマグロとかいろいろあります。極上のね、大トロです。わあ、トロトロだこれ。生本マグロのちらし寿司ってのがあります。1200円、美味しそう。あのね、僕はね、5009円あるんでね、わあ、何かいただきたいですね。わ、これ1箱で1500円とのことです。すごい。で、バーベキューコーナーで焼く用の串に触ったものもね、たくさん売られてます。伊勢エビなんかもある。お寿司もあります。どうなんだろう、そのね、ご飯に乗っけるだけで丼になるような具があったらいいんですけどもね。よし、干物コーナーもね、ちょっと見させてもらいましょう。おー、のどぐろ一夜干し1枚800円。でもね、山口県産になってますね。
そうか、こちら島根県産。ノドグロはやっぱり日本海側なんですよね。和歌山県産ばかりじゃなくて北海道産とか、まあ、ノルウェー産とかね、いろんな場所の干物を、ね、取り扱っているみたいです。ちなみに、ね、このアジの開きは和歌山県産ですね。でこちらねお寿司のコーナーなんですけども、大トロ握り2貫1000円。わー、このマグロもねめちゃくちゃ美味しそうです。わー、あとねこちらではねお刺身なんかもありますね。大トロ5切れで2000円。ここにねお刺身の切り落としがありますね。これであとありますね、ご飯もありますね。なるほど、朝ごはん食べてないんでね、お腹空きましたね。あのね、いろいろ悩んだんですけども、今回ね、せっかく和歌山までマグロ食べに来てるんで、一点集中でね、いいもの食べましょう。ということで、ね、こちら行きましょう。大トロ握り、2貫で1000円。これね、今聞いたら、本マグロだって教えてもらったんで、こちらをね、一ついただきたいと思います。すいません、大トロ握りお願いできますか。一つ。大トロ出てきました。すごい、すごいのが入ってる。もう目の前でね、大トロ握ってくれてます。嬉しい。はい、どうも。OK。レジ行きましょう。はい、ありがとうございます。1000円、すごいお寿司をね注文しました。2貫で1000円のね、本マグロの大トロです。美味しそう。よし、じゃあね、冷たいお茶も汲んできたんで早速いただきたいと思います。いただきます。来ました。果たしてお味は。めちゃくちゃ美味しいです。あのね、マグロがねめちゃくちゃ甘くて、酢飯もね強すぎずにめちゃくちゃ合ってて美味しいです。美味しい。最高。めちゃくちゃ美味しいです。よし、ということで、ね、一皿でしたけども食べてね満足です。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。よし、でね朝ごはん昼ごはん書いてるんですけども、あれだけじゃもちろん足りないんですよね。なんですけども、さっきねちょっといいもの見つけまして、それがねこちらなんですけども、あのね実はね和歌山県はこのめはり寿司っていうお寿司が有名で、青菜に包まれた大きいおにぎりで目を見張るぐらいね大きいからついた名前なんですけども、これね今回自分で作ろうかなと思ったら、この青菜が結構するんですよね。で食べに行こうかなと思ったらね、なんかご飯とセットとかで売られてから高かったんで、どっかいないかなと思ったらこちらで売られてましたんで、税込み350円ですね。こちらでね購入して車の方にね戻ってからねいただきたいと思います。はい、はい、お願いします。350円です。はい、はい、ありがとうございました。350円、 OK、 いいのねゲットできました。じゃあねちょっとね今日のね晩用のお魚というかマグロの方をね、ゲットしたいと思います。よし、ね、またマグロの店にね帰ってきました。で、いろんなね、ものが安くね、揃ってすごくいいんですけども、今回はね、この辺ですね、どっちにしようかな、トロタクかネギトロリッチっていうのがあって、どちらもね、本マグロを使ってるんですよね。で、どちらかにさせてもらうと思うんですけども、こちらはね、どうやらね、ご飯にそのまま分けていただけるようなんで、今回ね、トロタクを、晩ご飯用にね、購入させてもらいたいと思います。はい、これにさせてもらいましょう。OK。はい、お願いします。ありがとう。はい、どうも。よし、ということで今晩の、食材手に入ったんですけども、お酒のあてがちょっと欲しいですね。あのね和歌山県産のアジの開きが1枚ね300円で売られてるんで、こちらにさせていただきましょう。すいません、一つください。はい、じゃあ300円。はい、ありがとうございます。OK、今日もねお酒の手に入りました。よーし、とりあえず一旦冷蔵庫に食材置いておきましょう。じゃあね入れておきましょう。オッケー。はい、お土産コーナーなんですけども、みかんのバームクーヘンかなとか、あとねパンダのお菓子がめちゃくちゃ多いんですよね。で、なんでパンダなんだろうっていうふうに思いましたら、この近くにね動物園があって、そこではねジャイアントパンダがいるんですよね。ですんでパンダグッズがね多いっていうことみたいなんで、パンダのねお菓子をお土産にさせてもらいましょう。こちらをねパンダサプレにさせてもらいましょう。こうねあのパンダのね缶に入ったみかん味のねドロップにさせてもらいましょう。この2つ、はい、いらっしゃいませ。お願いします。はい、どうもありがとうございます。 OK、 お土産ね無事ゲットです。じゃあね車にちょっと戻りましょう。ちなみにねこちらがバーベキュー棟です ね、ね店内で買ったものをここで焼いて食べれるみたいです。よし、ということで、ね、車に持ってきたら12時12分でした。2時間ぐらいねトレトレ市場さんの中をねうろうろしてました。はい、でお腹も空いたんでね、さっき買ってきためはり寿司をいただきたいと思うんですけども、この近くに
めちゃめちゃ綺麗な砂浜の白良浜っていう場所がねありますんで、そちらに移動してね、海辺でね、めはり寿司をいただきたいと思います。よし、ということで、ね、行きましょう。よし、行きましょう。よいしょ。でね、よっこいしょの、こちらがね、無料の駐車場なんで、こちらにね、止めさせてもらいます。はい、到着です。はい、ということで、ね、白良浜湯公園駐車場さんにね、到着です。で、白良浜はもう目と鼻の先で目張りを持っていきたいところではあるんですけども、実はね、この目張りっていうのは豚汁と一緒に食べることが多いらしいんですよね。で、豚汁がないとね、せっかくの目張りが中途半端になってしまうところではあるんですけれども、こんなこともあろうかと、僕はね、家から豚汁を持ってきたんで、これをね、入れて持っていってね、白良浜の方でいただきたいと思います。はい、ということで、よし、 OK。 よし、じゃあね、こんな感じでね、ちょっと持っていきましょう。 OK。 到着です。あのね、ここはね、白良浜っていう砂浜なんですけども、海がね、めちゃめちゃ透き通ってるぐらい綺麗で、あとね、砂がね、白いことでね、有名なビーチです。よっしゃ、ちょっとせっかくなんでね、砂浜歩いてみましょう。わー、なんだろう、歩くのが楽しい砂。足触りがね、すごい気持ちがいいです。海も見たいな。おーおー、海本当に綺麗。あー、なんか、砂浜が白くて海がね、ブルーです。しかもね、透明度も高いから、なんだろう、沖縄とかにね、いたような感覚です。これすごい。よし。で、ちょっとね、どっかでね、座って食べたいところがあるんですけども、砂の上はね、ちょっと難儀するんで、あの辺にね、座らせてもらいましょう。よし、じゃあね、ここでね、食べさせてもらいましょう。ということでね、和歌山のね、めはり寿司、いただきたいと思います。いただきます。果たして、めはり寿司のお味は？うん、美味しい。めちゃめちゃ美味しいです。あのね、めはり寿司はね、酢飯じゃないんですけども、中はね、だしの効いたような味になって、すごくね、美味しいです。うん、外のね、青菜もパリパリでね、いい味してます。で、コストコの豚汁。あー、美味しい。ということで、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。あのね、天気が良ければね、もっと景色も良かったと思うんですけども、曇ってたおかげでね、あの、暑くなくてね、ゆっくりご飯をね、食べることができました。はい。で、ちなみにね、こちらにね、無料のね、露天風呂があるんですけども、毎週土日祝しかやってなくて、しかもね、無料なんですけども、水着着用がね、必要なようです。へー、なるほど。ここに使ってこの景色を見るわけですね。楽しそう。よし、ということでね、お腹も膨らんだんで、またね、次の場所に移動しようと思うんですけども、このね、和歌山のこの辺りにはアドベンチャーワールドっていう動物園兼テーマパークがあって、そちらに行ったらね、あの、なんとね、珍しいパンダが4匹見えるんですよね。ですけどもね、僕はね、ちょっとあの、パンダにはね、そこまで興味がないんですよね。で、じゃあね、どこに行くのっていう風に思われるかもしれませんが、実はですね、ここの白良浜の向かいにはこちらですね、エネルギーランドっていうのがあるんですけども、あれあれあれ、え、閉まってますね。お、どういうこと、今日休業日じゃないはずなんですけども、メンテナンス休館、え、なんで。あのね、こちらの場所なんですけども、営業時間外になってますね。なんかね、今週土日しか空いてないようになってるみたいです。あのね、僕、先週のね、10日の金曜日ぐらいまで、エネルギーランドの開園情報を調べて、ここにやってきたんですけども、どうやらね、メンテナンス休暇のご案内で、11日に発表されたみたいです。うわー、しかもね、今日ど真ん中の水曜日ですよ。僕ね、ここにずっと来たかったんで、ここに来るために予算をね、だいぶ節約して滞在してたんですけども、これは困りましたね。うわー、これはね、やってしまいました。大失敗です。あのね、空いてなかったらね、もう入ることもできないんで、ちょっとね、一旦車に戻りましょう。はい、とね、車の中に戻って、しばらく Google マップとにらめっこしてました。で、旅の都合上ね、あと3日こちらに滞在するわけにもいかないんで、もうね、残念ながら今回は白浜、エネルギーランドさん諦めようと思うんですよね。で、じゃあね、近くのアドベンチャーワールド行くのかって
思われるかもしれませんが、僕はねもういいおじさんなんで、動物園でパンダはねいいかなっていうふうにと思うんですよね。で近くにはね戦場畳っていう場所もあるんですけども、こちらはね夕日百選に選ばれてるんですけども、今日天気が悪いんでね夕日もね見られないと思うんですよね。ですんでねもうちょっとしょうがないんで、こうね白浜をもう離れて今日の移動の最終目的地だった本州最南端の方に向かって移動をねしてみたいと思います。はい、よし、ということで向かってみましょう。ちなみにね途中でなんか面白そうな場所があったらね立ち寄らせてもらおうと思います。じゃあね元気を出して行きましょう。よいしょ。ちなみにね63キロで1時間10分ぐらいねかかるみたいです。ここら辺はね温泉街です。はい、ね近くなんで千畳敷でいいのかなにねちょっと寄ってみたいと思います。やっとはい到着。よし、はい、ということでこちらがね南紀白浜の千畳敷ですね。千畳敷っていう観光名所はね日本中にたくさんあるんですけども、こちらはね大きい岩が再びね千畳分ぐらい広がってるからね、そういった風に名前がね付けられてるみたいです。で歩いて行ってもいいみたいですね。落書き禁止って書いてあったんで何かなと思ったら、なんかねいろいろと落書きの跡がありますね。多分ねこれはね、あやっぱし石がちょっと結構柔らかいんですね。だから中で掘ったんじゃないかと思います。確かにね夕日だったらすごい綺麗だと思います。わあ、オッケー、いいのがね見れました。戻ります。よし行きましょう。はい、無料の高速道路に乗りました。ここからね25キロほど0円でね移動できます。はい、到着です。あのねちょっと申し訳ないんですけども、昨晩ね実はちょっと夜更かししてて、さっきねご飯しっかり食べたら眠たくなったんで少しだけね休憩させてもらいます。はい、あのね1時間ほどちょっと気絶しました。よし、ちょっとね道の駅すさみさんを探検してみましょう。美味しそうなものがたくさん、アイスもある、イノブタがね有名なみたいです。よし、面白いものがありました。梅のチューブです、和歌山県産です。これお土産にさせてもらって、それからね梅のドリンクがありました。僕ね梅ドリンク好きなんで、これね南高梅をね使用してる梅ドリンクなんで、これはね自分用に購入させてもらって、和歌山県産のねジャムがあるんですけども、ブルーベリージャムが好きなんで、こちらをね一つ購入させてもらいましょう。はい、お願いします。はい、購入させてもらいました。848円だったんですけども、このジュースはね後でいただきたいんで、ジュースはね150円だけ、旅費からね引いておきたいと思います。よし、ということで、しっかり休ませてもらって体力ね回復したんで、今からね本州最南端の方を目指して移動したいと思います。はい、行きましょう。あれ、あのね雨まで降り始めました。今日天気だって言ってたのに、もう。よし、ということでこちらですね、こちらの半島が本土最南端エリアです。今からね入っていきます。ということでね本州最南端の半島に入りました。はい、今ねここは入りました。でこんな感じでねぐるっと外周回りながら本州最南端のね潮の岬を目指したいと思います。よし、オッケー。本土最南端エリアにね到着です。おー、ここへー。で駐車場なんですけども、まあジオパークさんもあるんですが、こちらにねお手洗いがのある駐車場もあるんですよね。なんですけども、もう一箇所
気になっている場所がありまして、それがね、ここがキャンプ場なんですけども、ここにも駐車場があるんですよね。で、こちらがね入れればいいんですけども、あ、行けますね。お、行けました行けました。オッケー、到着です。はい、ね、こちらはね、潮の岬のキャンプ場ですね。ね、開設期間中しか入れないキャンプ場なんですけども、駐車場はね利用できるみたいですね。で、あー、そうか、ここでの車中泊も可能ですね。よいしょ、はい、到着です。はい、お疲れ様でした。本土最南端の潮の岬のトイレに近い場所のね駐車場です。はい、ついにやってきました。で、最短の地といえばね、炊飯器で持っていく料理で、僕はね、炊飯器でご飯を炊いて、さっきのね、トロタクを乗っけて、あちらでいただこうというふうに思ったんですけども、思った以上にね、早い時間ついたんで、お腹空いてないんですよね。で、天気もね、なんか曇ってる感じで、少しね、残念な感じではありますんで、今回は、さっき購入させていただいた梅ドリンクを持ってね、最南端に行って、和歌山県をね、味わい尽くしたいと思います。はい。あ、でもね、今5時5分前なんですけども、こちらのね、潮の岬タワーの方で、本土最南端到達証明書みたいなのをね、発行しまるらしいんで、もう閉まる直前ですけどもね、ちょっと行ってみたいと思います。あれ、あのね、閉まってますね。入場料300円入って入れば、本州最南端訪問証明書っていうのがね、一緒にもらったらしいんですけども、営業時間がね、5時までで、今ね、もう4分前なんで、閉まっちゃってたみたいです。あー、そうか、あのね、道の駅さんで気絶してたんで入りそびれましたね。で、こっち潮の岬のお土産屋さんですね。もうやってないかな、もうダメ。あ、しまった。はい、あのね、とことん和歌山県に愛されてないようです。仕方がないですね。よし、じゃあね、本土最南端の方にね、歩いて行ってみたいと思います。あー、すごい風が強い。よし、はい、ということで、ね、潮の岬の本州最南端のね、日に到着です。現在地はね、こちらですね。モニュメントが可愛いです。はい、おー、 OK、 到着です。あそこがね、もう本土最南端ですね。はい、一応ね、入ってはいけないようになってます。よし、ということでね、なんとかね、ここまで来れたんで、和歌山県をね、味わい尽くしてやりたいと思います。いただきます。あー、美味しい。ちょうどいい感じの梅ドリンク、子供でもね飲めるような酸味です。うん、会員です、ごちそうさまでした。あー、で、日が沈むのは向こうの方向ですね。せっかく来たんですけどもね、曇りと雨ですごい残念です。はい、よし、でもね、7万円のケイ君で本土最南端までね来ることができたんで満足です。 OK、 よし、ということでね、7万円のケイ君と本土最南端までね来ることができたんで、今回のメインミッションは終了で、もう個人的にはね、大満足です。はい。で、ここからはね、今日車中泊する場所を考えないといけないんですけども、こちらね、目の前はキャンプ場なんですけども、こちらはね、前はね、オフシーズンでも無料でキャンプはできたんですけども、今はね、シーズン中以外はもう完璧にテントを立てることができなくなってるんですよね。で、専用の、ね、駐車場が向こうにあったんですけども、さっきちょっと見てみたらね、そちらオフシーズンでも入れることは入れたんですけども、傾斜がねものすごくて、なんだろう、車中泊には向かないような場所ではあったんですよね。で、明日の朝の天気もあんまり作れないんですけども、確実に日の出が見えない場所ではありますんで、こちらですね、隣の大島の端っこの方の展望台にトイレのあるね、夜間封鎖されない駐車場がありましたんで、もうね、今夜はね、そちらの方に行って車中泊をねさせていただきたいというふうに思います。はい、よし、でもね、その前にお風呂に入りに行きましょうかね。近くにね、串本温泉浴場サンゴの湯さんっていうところがあって、リーズナブルにねお風呂に入れるんで、こちらまでね、この海沿いを通りながらね行ってみたいと思います。よし、じゃあね、行きましょう。よし、今ね、燃料半分切ってるんで、無駄遣いしないようにね、燃料を温存したいと思います。
はい、ということで到着です。ということで、ね、こちらはね、本州最南端の温泉サンゴの湯さんですね。1回500円で入れるお風呂ですんで、ちょっとね、疲れにね、行ってきたいと思います。行ってきます。よし、行ってきます。オッケー、上がってきました。はい、ということで、ね、サンゴの湯さん入ってきました。中はね、すごい清潔で、湯船はね、一つだったんですけども、大きめの湯船で、ちょっとね、笑みの効いたお風呂で、体がね、もう芯までね、温まりました。はい、ということでね、お風呂にも入ったんで、もうね、今日の宿泊予定地の方にね、移動させてもらいたいと思います。行きましょう。おー、いい感じにできてますね。この状態でいただきたいと思います。ほら、お醤油をかけて、はい、でもね、こちらがね、にぎわい市場さんですね。すごいな。こちらのね、柵をかわしていただきましょう。お願いします。